モスクワ航空博物館に展示されている I-153I-153 はソ連の複用戦闘機である。多くの優れた戦闘機を開発し、戦闘機の王様と呼ばれたポリカールポフ設計局が設計した、究極の複用戦闘機と呼ばれ、長期間にわたり、ソ連同の赤軍航空隊の主力機を務め、ノモンハン事件、フィンランドとの冬戦争、 第二次大戦の始めまで使われた。当時の新技術であった引き込み足と、当時としては強力な千馬機級のエンジンを搭載していた。上翼は視界を確保するためにガルウィングを採用したので、チャイカという愛称で呼ばれた。スペイン内戦に参加した I-15 の戦訓から I-15 の発展型として製作された。千張機の空冷式の M-25 エンジンに、 乾燥した I-15 テルが1938年秋に初飛行し、さらに強力な M-25 エンジンに乾燥された。1939年夏にはノモンハン事変に参加して日本軍の戦闘機と戦闘を行った。だが、95式戦闘機や97式戦闘機に対して劣勢を強いられた。1939年に始まったフィンランドとの冬。 戦争ではソ連の主力機であった。後に独ソ戦で捕獲された I-153 はフィンランドに送られ、フィンランド軍機として継続戦争でソ連と戦った。後継機の I-16 の登場後も長らく第一戦機として運用されていたが、独ソ戦初戦で多くの I-153 は地上で破壊された。I-153 の多くは、 戦闘機としての運用の他に爆弾を搭載して、シュトルモビークとしても運用された。ソ連では、I-153 を操る撃墜用も何人も誕生した。だが、どのような任務である、I-153 は1941年の時点で、すでにどうしようもないほど旧式化していた。戦闘機部隊では、 その後 i-153 や i-16 に、代わり役 -1 やラグ -3 を使用するようになり、シュトルモビーク部隊でもいる -2 などが使用されるようになった。i-153 は最終的に3500機ほどが生産された。i-153 は究極の複用戦闘機の名に恥じない優秀な機体であったが、時すでに複用戦闘機の時代は去っていた。 複用戦闘機は格闘性能力には引いてていたが、速度性能等で BF-109 のような新しい単用戦闘機に全く歯が立った。1941年にはさらに強力なエンジンをつけて、計算では複用機最速の速度時速 580km を出せるはずの試作機 I-195 が計画されていたが、完成には至らなかった。 アイマイナス153パリカーパオアイマイナス153ビスコ天候空気電脳博物館210ポリカルポフアイマイナス153チャイカ戦闘機ありがとうございます